ございます。今日はまっちゃんとエイミーのイベントに行ってまいります。オルナの店長さん、うん、初めて行くところで楽しみです。ちょっと早く着きすぎたので、近くのビルの座れるとこで時間をちょっと潰して待ってるとこです。日向が暑い。もう鍵は涼しいやん、うん、歩いてたらめっちゃ見て、ほらめっちゃ汗かいてるやん、うん、汗かいちゃった。しかも脱げないセーターで来ちゃったからさ、まあ、ここでちょっと涼んでからさ行こう、うん、じゃあまたレポートします。はい、あそこがブルナット東京線です。まっちゃんです。これから入ります。ただいま、ウォルナット東京さんから帰ってきました。糸ね、今回もねいっぱい買ってきたというか、いろいろ使えそうなやつを、まあいろいろ選んできました。で、あとは、エイミーと会って一緒に写真撮ってもらったり、いろいろお話ししたり、そういうことができてすごく嬉しかったです。じゃあちょっと糸を少し紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずはこれはエイミーの糸だね、うん、はい、このモヘアのクモっていう名前、クモっていう名前の糸です、うん、はい、これがフタカセかな、うん、フタカセ、はい、これとこれです。ここか、こうした方が見えるか、うん、はい、やったやつはこっちに置いていこうかな、うん、でこれも、あ、これみっしりしてるね。これヘリックス、ヘリックスっていう糸で、はい、これもからし色って言えばいいのかな、うん、綺麗な色、さっきの雲に合わせて、うん、よいしょ、使えそうかな。でこれもヘリックスだね。ヘリックスでなんていう色かな、書いてあるな、ね、ウィンターフェルって書いてある、はい、ウィンターフォール、ウィンターフェル、へえ、フェルってどういう意味なんだろうね、うん、これね、ちょっとカメラじゃビデオじゃ分かりにくいかもしれないけど、濃い青みたいなね、うん、そうだね、深い青っていう感じ、黒っぽく見えるけどブルーグリーンみたいな、うん、綺麗な色、うん、でこれもこれは雲やね。でこれはもののけ姫の限定色。これもののけ姫とか言ってたのどういうことなの。だからね、もののけ姫の色をイメージしてる、イメージしてんの。あ、じゃあそのさ、日本のそのジブリのアニメとか好きってこと？ジブリのやつをイメージしてて、ナウシカとか言ってたよ、うんうん、言ってた、ナウシカの色もとかポニョとか言ってたよ。そう、ポニョの色、お父さんの色も薄グリーンに出ちゃったって言ってたね、うん、はい、これが、何やっけ、もののけ姫イメージした、うん、っていう風に言ってた。なんか確かにこの森というか、うん、なんか森の中のなんか池の色みたいな、うん、なんかそういう深い緑と、うん、なんか明るい緑とかがいろいろと混ざった苔みたいな、うん、そうだね、なんかそういう色、うん、うん、でこれが、あ、これは違う、これはアミリスさんのブランドの糸で、うん、あのフランシスっていうワンピース編んだでしょ、うんうんうん、それで日本であの、まあ、手に入りやすい代替糸を探してて、お試しです。長さ的にもまあまあいい感じで、グラム数と長さ、うん、まあ、これちょっと良さそうだなと思って。確かに綺麗。じゃあ装置をこれ編んでみようかな。でこっからは私が選んだ糸で、これはエイミーの糸やんな、うん、そう。でなんかすごいあのポコポコカラフルな糸が入ってて、蛍光のね、そう、可愛いなと思って、なんか帽子とか、私は結構坊主なんで帽子をよく被るんですけど、作ってみたいなと思ってこれを買ってみました。あとこれも帽子作ってみたいなと思って、うん、これはまた違う、これもアミリスさんブランドの、ね、そう、アミリスさんのやつなんですけど、はい、っていうかな、はい、これも帽子作ったら可愛いかなと思って、なんかやっぱ蛍光色好きなのでこれを買いました。あともう一つはこれもアミリスさんだな、ミニアミリスとか、うん、なんかすごい好みの色なんで、これも何かと合わせて使ったら綺麗かなと思ってこれもいただきました。はい、以上になります。なんかまあ、ここではねまだ言えないんですけど、
なんかもうすごいあのニュースをそこで聞いて、なんかもうテンションがめっちゃ上がったんですけど、なんか帰りにね、ちょっとまちゃんのね iPhone が調子悪くなっちゃって、なんかロックがね解除できなくなって、ボイスオーバーモードにねこう勝手になっちゃって、それで2人ともすごいちょっと落ち込んじゃってね。てかそれよりも、うん、なんか、うん、ディスプレイが真っ黒でつかなかったよ、あっちの方が怖い。でもそれなあれなんやって、書いてあった、調べたら、あのボイスオーバーの機能みたいになって、なんかスクリーンなんとかっていうのでなるんやって。そうなん、目の悪い人が勝手に覗き込まれたりしひんようになんかなってるんやって。でもこれになったの初めて、うん、よく読み上げモードになっちゃうけど、それも書いてあった、真っ黒になってびっくりされると思うけど、うん、なんかスクリーンカーテンとか書いてあった、うん、なんかそういう 横から見られへんように、なんか目の悪い人とかが、うん、なんかそういう風になるってなんか書いてあった、うん、なんか普通にカバンに入れてただけなのね。そうだから、それでちょっと2人ともめっちゃズンってなって、もうそれも帰り際なんやけど、なんかめっちゃ落ち込んじゃったんやけど、で今帰ってきてね、冷静になんか私の方の iPhone で直し方とか調べて、ゆっくりねこうタップしてね、こうボイスオーバー機能を解除するのって結構なんか難しくて、コツがあってね、このなんか2回タップしてとかなんかいろいろあるんですよ。でそれやゆっくり説明読んでゆっくり直していったら、まあ、直ったんで、ちょっと今ホッとしてるんですけど、はい、っていうね、ちょっとハプニングもありつつ、まあ、いいニュースもありつつっていう感じでしたね。うん、エイミーに会えてよかった。うん、でもエイミーにまちゃんが会えてすごいよかったし、私もエイミーと会えてすごい嬉しかったし、なんかいろいろ意図も見れたし、すごい嬉しかったです。だからまたなんかこうどんどん意図が増えていくので、いっぱい見たいなっていう感じやね。はい、頑張るわ。ね。だからもう、いや、もう今はちょっと携帯、まあ、ちゃんと携帯がとりあえず治ってほっとしたわ。いや、本当に修理に出しに行かなあかんかなって思ってたから。うん、ディスプレイが全然つかなくなって、うん、何これと思った、うん。ほんまにびっくりした。うん。だからやっぱりちょっとケースをね、最近交換したりしてたから、ケースがこう、押されて、なんかこう、いろいろ、やっぱり液晶画面だから、なんか干渉して、もしかしたらなんかなってたのかもしれないから、うん、今ちょっとこう、ケースをこうグッと押さえつけなさすぎないように使ってみるっていうのをちょっと試してみようかって言ってて、ネジをね、そうそうそう、固定しんと、そうだからネジももしつけるとしたら緩めにつけるとかね、うん、そうだね、ギュギュまでやらんとちょっとくるくるくるってこうちゃんと緩めにつけてはいるけどね、そうネジ穴壊られたら嫌やからね。だけどまあちょっと今ネジを外してみてちょっと試してみようかなっていう感じです、うん、はい、ということでね、ちょっとなんかそれで疲れたね、うん、でなんかね、帰りにねめっちゃ美味しそうなカレーパンをね買ってきて、あとコンビニでサンドイッチも買ってきたので、ちょっとこれから遅めですけどお昼ご飯を食べて、編み物したりポケモンしたりいろいろやろうかなと思ってます。はい、じゃあ今日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。